ヤマト、ユータ、ヒューガ、アンゲン、コマンダです。そしてどうも、キータンです。ポッ、そして一斉のでバンバンザイ、キイシです。ルナです。ミユです。そしてせーの、ヘイセイフラミンゴ。そしてオヤディアスターです。こんにちは、よろしくお願いします。ということで本日赤組で集まりました。イエーイ。何の赤組かと言いますと、スカイピースと小室とやってたチャンネル登録者運動会っていうのがありまして、そこに出場していた赤組のメンバーになって、運動会は終わってるんですけれども、チャンネル登録者運動会僕たちなんと優勝しました。イエーイ。いつも編集部屋に置いてあるやつだ。置いてある置いてある。優勝したということで、このトロフィーをいただいたんですけれども、そのトロフィーと、もう一ついただいたものがありまして、賞金100万円です。おー、みんなももらったと思うんですけども、本日コムドットがもらったこの100万円を使って赤組で企画を取っていきたいと思います。ということで本日の企画、運動会打ち上げグランピング。今回ですね、僕たちが赤組のリーダーをやらさせていただいたんで、ここはコムドットが100万円出して赤組のみんなでグランピングで思い出を作っていこうじゃないかと。やったー、素晴らしい。実はですね、この提案なんですけれども、キリちゃんからいただきました。なんか普通にこれ言っていいか分かんないんだけど、キリちゃんと電話してて、企画の電話というか運動会の動画キリちゃん出してて、キリちゃんが赤組このままで終わんのちょっと嫌だ、みんなでなんかやりたいみたいに言ってくれて、じゃあコムドット動きましょうよということで、グループで言ったところ、こんなに忙しいクリエイターたちがなんと2日間合わせることに成功しました。これすごいよ、本当にありがとうみんな、すごい。ということで、まずね、これ100万円がなかったらこの企画できてないかもしれないということで、この運動会赤組を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。こっからみんなで車でグランピング場に向かって買い出し行ったりとか、バーベキューしたりとか、まあ、最後ちょっと、お泊まり会みたいにしたり。今からね、グランピング場を押さえてあるので、そこに向かっていきたいと思います。ということで、本日車2台で行きたいと思います。はい、アルファード白黒借りてきてます。おー、はい、6人6人でね、ちょっと分かれて向かっていきたいんですけども、はいはい、これ面白すぎる。どうしました？え、エスティマが良かったですか？おい、大きい声出て、誰もすいません、でかすぎた。俺、体育会系の返事出ちゃった。可愛い感じいかないと夜モテないよ。確かに危ない。ということで、2班に分かれていくんですけれども、本日の運転手、僕とヒューガ君でいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。行きが大体3時間ぐらいかかるんで、車の班っていうのはすごい大事になって、この車の班、決めてきました。なんで勝手に決めんの？みんなの意見聞きやすい。昨日ヒューガ君1時間ぐらい話して決めたんですよ。おぉ、間違いに決めてくれてる。アムギリをどっちにするかで34分ぐらい迷いました。なんで？アムギリとボーンをトレードするかで26分迷った。俺とヒューガちょっと前に出て呼んでいきたいと思います。はい、ということでね、今からね、2班発表していきたいと思うんですけども、決してこれ通りっぴとかで選んだわけではなくて、まあ話し合って相性というか、どういう6人がベストなのかっていうのを話し合った結果なんで、呼ぶ順番は特に関係ありません。だけど正直全員、まあ僕の車がいいと思うんですけど。うちもまあしょうがなくこっちに行く人もいるので。すいません、ヒューガ車がいいよって人。はい、全員ですよ。冗談じゃないっていうのがミソね。まあ俺側にも5人呼ばれるから気まずくないから大丈夫。じゃあ1巡目一番最初に、じゃあまあエース浦沢。おお、ドーン、適当ぶちかまします。バーンが一番多いかなと。ありがとうございます。彼がプライベートで選んでやれ。ユーマ結構欲しがってる。一発目で欲しがってる。この後の中でまず決めたい。やっぱユーマはうちやろ。うちのエース発表します。ユータくん。あユータ何で何で何で。ユータ俺と会いたかったな。ユータそう、ユータいっぱいだからってってことで、1巡目こんな感じで、はい、はい、じゃあ2巡目、じゃあ女性を呼びます。おお、バンバンザイ、ミユ。おお、見ました出た。トーク力、視界力みたいなのがあるから、すごいありがたいですよ、チームにいてくれて。ありがたいです。ありがとう。え、こっちが良かった。ほんとにこっちが良かった。えぐい、ありがとう。一応、ミユちゃんのギャル時代の写真マジでやめて。
歯向かったらギャル時代が出てくる。歯向かう旅に出します。ごめんなさい。いっぱい素材持ってるんで集めに集めました。絶対拡散した。はい、はい、行きます。2巡目こっちチーム、はい、ドアス。ごめんな。絶対狙ってきてる。そうだそうだ。しかもやっぱヤマトから言ってたよ、トーは多分俺の車がいいのは。じゃあなんかトーはの気持ちを汲んでみる。いや汲めてないですじゃあ。だとしたらトーははやっぱり俺がガツガツ絡んだ方がいいかなと。ヒューが優しいから。確かに。なんか結構うちはかましてもらう。まあほぼ狙ってるね。ちょっと肩幅いいんですよ。どんどん広くなるな。2巡目この、うん、ということでこのタイミングでですね、素敵な天使を呼んで、え3巡目ヤマト班ギリちゃん。ギリちゃん言ったんだ。うわーマジ。うわめっちゃ寂しい。シリシオクだ。完全にシリシオクだ。みゆちゃんのギャル時代の写真こちらになります。痛い。嬉しいよね。うん、嬉しい。やった、嬉しいって。嬉しいです。お願いします。じゃあ9番ババザイルナ。おありがとうございます。嬉しい。一緒にしてくれて、はい、大丈夫大丈夫。余ってるわけじゃないですよ。これ余ってるっぽく映ってるけど、これを余ってるのはアムギリだけです。本当に余ってるのはアムギリだけです。このルナちゃんが入ったのはやっぱ浦田さんがセクハラマン。あら、まあ、そんなもんすごい。そこでなんか化学反応起きんじゃねえかみたいなね。今のところやっぱユーマがやっぱ柱になってますから。そうだね。続きまして、はい、4巡目ヤマト班バンバンでギーシップ。おー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 ユータとの価格判断で、ユータとギーシップペアみたいなある、ギーシはラフな感じのこっちのチームよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこちら側のチームを呼びたいと思います。じゃあ4巡目、あっちゃん。おーおーよろしくお願いします。ありがとう、よろしくね、やっちゃん。ダンスやな。けどやっぱ雰囲気的にちょっとほんわかしすぎてる、こっちが、確かに。本当にほぼファミリー感。そうあったかい感じになっちゃう。パパ多めのファミリー感ということですね。あの以上この2班でね向かっていきたいと思います。呼んでます、呼んでます。呼びました。テーブラのお二人は裏方カーで。すみません。キャストキャストさん、ね、言われてるから。ということで最後ね、平成フラミンゴのお二人なんですけれども、そんな重大発表重大ですよ。嫌なの。ヤマトポジみたいで嫌だもん。ということでラスト5巡目ヒューガ君選ばさせていただきました。ヒューガチームニコちゃん。おめでとうございます。ニコちゃん、あ、落ちた。待ってまだあるから鑑定入んないで、鑑定入んないで。ニコちゃんの見せ場の後だから。あー、ごめんごめん。やりづらいよ。うちのチームにやっぱニコちゃんが必要だってこと。いやー、ありがとうございます。ちょっと難しかった、両方ともボケてるから。僕があの運転しちゃってるんで、でユーマくんとムギリくんが回さなきゃいけないと思った時に、ちょっとマジでまずいな。マジでまずかった。騒がしいイメージがあるから。あ、ニコちゃんの方が明るくね。じゃあそこお願いしたいなと。ユーマーがエースみたいになってたんですけど、あのニコちゃんエースっていうことで。あ、ありがとうございます。じゃあニコちゃんこっち。はい、お願いします。五巡目ヤマト班リホちゃんです。可愛い。でもなんだかんだうち相性いいと思う。だから楽しんでこうよ。はい、ありがとうございます。先輩たちめっちゃ楽しんでる。まあこっちが一気にね、あのギャル車になったってことで。一人で変わるもんだね。ということでリホちゃんこっちです。以上の2班で向かっていきたいと思います、はい、ということで、まあ、あの2班で向かうんですけど、別に対決とかでもないですし、向こう着いたら基本的にみんなで一緒なんで、行きの車でこういう感じになります。はい、はい、でなんですけれども、今回1個アイテムを持ってきてまして、おら、それをちょっと最初に皆さんに支給させていただいて旅スタートさせたいと思います。はい、はい、今回支給するものなんですけども、こちら、うわー、映るんです。最高。まあ、これはちょっとみんなに配るんで、旅終わるまでにこうフィルムを使い切ってほしいな。あ、いいね。
で、まあなんか最後のエンディングとかなんかいっぱい流ってたんで、うわー、まあ残り1ヶ月頑張れるような日にしていきましょう。はい、じゃあ配りまーす。ほいほい、そうか、これで。はい、おーい。おい、渡してやれ。うちらも思い出作りたい。嬉しそうすぎる。渡されなかったの。なるさ、ここまで来てさ。あっちもある。使い方わかりますか。わかるよ、自分の方がわかるだろ。そうだよ、うちらのルール時代だ。ということでね、早速2班に分かれてグランピング場向かっていきたいと思います。はい。それではやっていきましょう。はい、ということで向かっていきまーす。おー、あっちゃんどう、調子はいい？めちゃくちゃ楽しいです。楽しいんだ。楽しそう。結構さっきまでカメラの揺れにシビアになった。確かに。すげえぐらつく。やばい、めっちゃ揺れてる。あ、やばい、二人だ。おにぎりやばい。あ、やばい、カメラが、カメラが。今あっちゃんが後ろのカメラで目立ってたから、俺とルナちゃんのダブルピースが消えちゃいました。ということでリプレイどうぞ。うまいな、自分に持ってくんの。自分大好きやん。まあちょっと結構時間かかっちゃうんで、ずっと回したら疲れちゃうから、パッと回して、あとはもう音楽流しながら。やったー、やったー。まあけどちょっと音楽とか聴かない顔だな、全員。聞く、めっちゃ聞く、めっちゃ聞くのよ。あ、ユーマとかアーティストか。そうだよ、俺アーティストだから。 iPhone6 で収録してたアーティストです。そうだそうだ、ニコちゃんも歌ってたしな、この間。あれ食らいましたよ。最後のあの恥ずかしがる感じが良かったですね。また歌ってみたってふざけるところがないじゃないですか。だから全力でサムネでふざけてるところが最高です。いや、ファンじゃん。ファンじゃん。普通にね。それこそバンバンザイの方が歌ってみたなんかプロじゃないですか。ミュウちゃんのハン君とのやつとかもめっちゃ良かった。すごい良かったよね。本物みたい。え、本当？しかもミュウちゃんモノマネみたいな声マネめっちゃ得意だから寄せれない、うん、あ、そうなの、あれ寄せれてんだ。え、この車いいな。褒め合い。楽しい、めっちゃ自己肯定感が。うまく言っとくとさ、やっぱ夜風でさ、ラップとかやってたわけじゃないですか。あれもめっちゃかっこよかった。すごい、いい。一応こっちの画角はあっちのトークに差し込みって感じで使われてるから全然ゆっくりしていただいて。けどどうなんですか、このットのこのグランピングでガンガン回していきたいのか、ラフに楽しみたいのか、どっちの精神が多いんですかね。どっちなんだろう。それに合わせていきますよ、僕も。めっちゃ楽しみにしてたから。まあそうだね、うん、ここを勝手に頑張ってましたね。じゃあまずはここで目立って自分のチャンネルに視聴者を引っ張ろうという仕事脳ではなく、素直に楽しみに来たため、音楽とか流しながら行く時間が多い方がいい。まあ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 、普通に考えてそうですよね。一応向こうであのヤマトってやつが一番あの目立とうとしてるなんかもう想像つかむ、この車の。あいつすごいぞ。けど運転してるからあんま面白くないぞ。ヤマト運転って珍しい。ヤマトはね、運転あんまりしないね、基本。はい、ということでヤマト判定。イエーイ。意外と盛り上がってくれる感じ。え、盛り上がってくれる。楽しい。間違いないのやつじゃない、これ。うん、いや確かに新鮮っすね。ゆうた遠い。あー、りんりん遠い。あー、りんりん遠い。意外と仲いい。意外と仲いいよね。本来だったら肩組んでんだから。じゃあ、義士が言う不満ってこと。不満だね。カメラ回った瞬間にそういうこと言うの。さっきまでめちゃくちゃ手つなごうとしてくる。それもそれ。ちょっとあの行きが4時間半かかるということで、じゃあ早速向かっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ということでですね、元リンリンの生息地の渋谷に着きました。ブーヤブーヤ。昔のリンリンの写真がこちらになります。やめて。あのミュウちゃんのことをギャル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 いじってたんだけど、やっぱりそのリンリンが一番ギャルだから、ここに生息してたんですか。16ぐらいだよ。ほぼ毎日。何してた、朝までいるみたいな。あ、朝まで行って次の日の夕方からまたいるみたいな。生息してたんですか。どうだろう、若干。若干でしょ。でもなんかこんなのやってないよ、こういう。え、その頃は何なんですか、クラブじゃなくてやっぱディスコみたいな感じですか。あ、一応クラブはあったけど、私クラブに生息してなかった。どこに生息するんですか。その辺だよね。その辺。道道やばい、ね、
キリちゃん渋谷とか来ないでしょ。だって渋谷好きだよ。マジ、渋谷来んの？渋谷しょっちゅう来る。え、何すんの渋谷で？ご飯。あ、ご飯ね。よし、せっかくなんでなんかゲームでもやりますか。え、もう、うん、お前早慌てちゃってんじゃん。取れ高作ろうと必死やん。いやいや、そんなことねえし。ちょっとそんなことねえし。だって俺カメラ来たらみんな 寝ちゃくさくねえ。だって寝ないけどね。絶対寝ない。悪いけど寝ないよ。寝ないよ。絶対寝ないです。楽しいもん。いや、ゆうた100寝るぞ。ゆうた100寝る。100寝る。あ、じゃあちょっと寝たら罰ゲームにします。うわー、何がいい？罰ゲームとは決めていいよ。じゃあ寝た人丸坊主。なんだそのもう。トムはって育ちどこなの？どんな環境で揉まれてきた？海覚えて。とは今日で笑い方変えられるといいな。あー、それうちにも共通することだから。そう、せっかくやっぱキリちゃんがいるからキリちゃんに教えてもらえる。可愛くないよ私笑い方。キリちゃんも結構爆笑するよね。ねえ、ニワトリみたいってよく言われる。いや、とはなんか口開けちゃうから、全てをさらけ出しちゃうから、うん、そこダメかも、うん、逆にどういう笑い方が可愛いの、うん、ああなるほどなるほど。確かに気になるね。男子からして。男子からして、うん、あ、それダメ。それやる人は YouTuber であんまいない気がしますけどね。あ、それもダメです。全然ダメやん。これキリちゃんやったら OK とかなるパターンじゃないの？いや、それキリちゃんやってみてよ。全然違う。今のやればいい。うん、そう。OK。 OK。 トロは頼んでいい。アウトや。違う。まだ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 。今からです。今からです。もうなんかでも色気はあった。まあ、OK。 うわぁ、色気あった、色気あった。うわ、まあ、そっちか。あぁ、そっちかっていうか。また体求められちゃった。求めるか。そう、だから今日はもう割り切って準備してきました。え、もうなんかいつも求めてくるから、うん、もう多分今日はもう避けきれないと思って。そう、お泊まりだもんね。そう、さすがにね。だからもう心の準備してきました。あ、心の準備か。そう、相場その下着の準備とかじゃないのけど、まあなんかこっちもノリノリなわけではないし、うん、なんかそれで下着バチバチに決めてたら嫌だもんね。ちょっとね、ちょっと嫌だから。まあ心ぐらいはってことで。あー、なるほどね。せめて。そう、うちも今日可愛いパンツは一応履いてきたけど。大事大事大事。ブラしてないもんね今日。いや、それはどうなんすか。そう、この間電話でコムドットで付き合いたい人誰みたいな聞いたことがあって、ちょ、聞けてない2人がいる。うん、あ、そうだリンリンは聞けてないから。リンリン誰なんすか。あ、ちょっと悩むわ。でも踏まえたいっすよね、運動会はね。え、トモ決まってる？私決まってます。え、トモからいいよ。私は運動会踏まえてゆうまくん。おお、うらさん。うらさん、うん。え、あの、不参加の浦さん。ゆうまくんですね、私。それこそ赤組の鬼ごっこの時に、あの、車が一緒で隣の席だったんですよ。で、なんかめっちゃ気さくに話しかけてくれて、うん、しかもなんか、ちょっと遠くから見守る感じ。ね、わかるわかる。がなんかちょっと可愛いっていうか。可愛いね。そう。だから、まあ、ゆうまくんかな。リリー誰か付き合いたいでしょ。付き合いたいです。選ばなきゃいけなかった。うん、え、決まった。おっ、おっ、お、私はですね、ヤマトくん。よっしゃー。おかしいでしょ、A は。A おかしいでしょ。絶対 A おかしい。間違えた、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 反応間違えた。うちもね、自分で A って思いながら言ったんだけど。これ、え、なんでですか、なんでだけど、うちなんかね、なんだかんだ全員と過ごしてみて、一番なんかやっぱ気使わないかなって。ヤマトが。なんかね、一番なんか素でいられる気がする。おー、それ大事。うん、これ嬉しいな。じゃあガチの理由で選んでくれたってことですか。ガチで、うん、だから今日ヤマトカーでちょっと嬉しかった。おー、え、恋しに来てんすか。当たり前じゃないですか。マジだー、出ました。何しに来てると思った、逆に。いや、楽しみに来い。リンリンと、うん、ニコちゃんはバチェラーに来てるみたいな。多分あっちの社内で同じこと言ってると思う。なんかもっとみんなと仲良くなりたいな。めっちゃ同じこと思った。うん、マジで仲良くなりたい。なんかまだちょっと壁を感じる。わかるわかります。誰が誰に一番壁を感じるんですか、このチームで言うと。誰とかいうあれじゃないけど、仲はすごいいいんだけど、さらに踏み込みたいって。わかる。
なんか平和なクラスみたいな感じです。そう、本当にそう。大体そういうクラスで修学旅行とか行ったらめちゃ仲良くなる。あ、めっちゃいいイメージある。それが今日です。確かに盛り上がっていくぞ。ユーマナイス無理。確かに泊まると全然違いますね。確かに、うん、まあ、一晩過ごすと中に一泊泊まりすんの今日。え、そうだよ。男女で。男女で確かに男女だからな。どうしよう。義士だけですがいるからな。いやマジでそう。警戒してほしい。リスクを注意してほしい。みんなちょっと俺も注意しとくわ。この一晩で何かする可能性があるんだ。マジ部屋抜け出してとかあります。うわ。じゃあその相手も悪いわ。相手も悪い。それはマジカルバナナってどんなゲームだっけ。え、マジカルバナナ、バナナといったら黄色、黄色といったらレモンを続けていく。続けていく。あれやろうとしますあれやろうとします。今編集者ドキッとしましたよ。あれこいつらゲームやんの。あ、今じゃないですか。やりましょうよ。じゃあやったやった。高速とか乗っちゃうとやっぱいろいろやりにくくなってくるので、ね、じゃあ高速しりとりします。え、一番簡単じゃないですか。意味は画角大丈夫。暗さ、暗い、ちょっと待つ。え、一気に暗くなった。うん、だる。え、でも結構さ、このノットはさ、はい、動画を撮ってる時にもう構成出来上がってるんだけど。あ、そうですね。すごい。これは僕が編集車って思ってたらもう基本的に今買ったら今は使わない。マジ？めっちゃ考えながら聞くの。さっきのあっちゃんのとこは画角使わないなとか思いながら。じゃあなんかすごいうえーとかボケてても、あ、あ、あ、今使ってないな。聞いてるやよ。シビア。シビアだな。三画角とかあるとやっぱ一番面白いとこ撮るんで。ユーマのさっきとか完全チートですね。なんかリプレイでも巻き戻して自分のこと映して。はい、じゃあ高速しりとりやっていきます。イエーイ。じゃあ順番は僕からこう回そうかな。へのびじみたいな。逆とげ回り。へのびじ。たぶん左回りってことだね。へのびじ。へのびじってね。じゃあへのびじや。じゃあ行きますよ。はい、高速しりとりいけー。イエーイ。しりとりリンゴ。なんで。おい、なに今ルナちゃんが言い訳だよ。かわいいな。かわいいな。かわいいな。おっさんいるぞ。ドキッとしちゃった。あの、ハツしちゃいました。あ、振動がね。ドキドキしたんだ。え、今何があった。ユーマ始まったと思ったらねえねえって言って。え、告白。告白や。告白だと思って。マジかよ。ルナ告白したの。ドキドキしてたんですけど、あれ左回りだっけみたいな。いや、なんやねん。すいません、ほんとに。いや、全然可愛いミスということですね。じゃあ、行きますよ、もう一回、はい、高速シュートゲーム。水ズーコン。ズーコン。ズーコンっていう。まあ、水だと思わないですもんね。さっきの感じしりとりですもんね。リレーうち、リトマス紙考えちゃってた。ちょっと変化球投げようとしました。そう、そしたらずっと来たから、ズーコン。続かなすぎて。一周はしたい。一周はしたいですね。一周はしたら高速しりとりゲーム。イエーイ。車回すといい。ちょっと待って、オールか。そう、いや、オールだ。いやいやいや、大丈夫だ。オールが出てるんじゃないですか。うん、じゃない。もう一度チャンスをくれ。わかりました。行こう。高速しりとりゲーム。イエーイ。クリーニング。グーコン。ちょっと待って。あんた何してんですか。おばあだもん。他の人に回したくなくて。ここで取れなか止めたくて。ニコちゃんが三球三振ですよ。もう本当にちょっと一回集中するわ。まあまあ、今三球三振してましたけど。ありがとう。違うのかよ。カットしたい。頼みますよ。暇しちゃってるから。後ろがマジで見直す。コスフシリトリゲーム。イエーイ。カメララッパパンツ積み木キツツキキッキ。ごめんね、マジ。いや、素晴らしいと思うよ。結構切れ止めようと思ったけど止めねえから。あ、いいね。ちっちゃいツー1個大きくして、ツーもう1個あれば大丈夫だって。キツツキ。あ、本当だ。もうみーちゃんがやる。何言ってんのよ、もうお前。
今日テンション高いですからね。今日テンション高い。嬉しい。旅行ですから皆さん。しかも久々じゃない旅行。そう。旅行久しぶりだ。やばい。しかもいつもさなんかさ移動とかなってもさ車の中で編集のイメージがある。確かに。手ぶらだ。イエーイ。何の拍手なの。高速シートで終わった。終わった。ほぼニコちゃんっていうこと。ね申し訳ない本当に。それだけは。旅行とかねのみんなどんぐらい好きなのかと聞いてみたい。おーゆうおじさんの気になる質問が旅行がどのぐらい好きかっていうゆうおじさんの質問で皆さん旅行どのぐらい好きサイズで言うとこんぐらい。あー、まあ、そんな好きじゃないっぽいな一泊やん。一泊二日か二泊三日かどっちが好きかみたいなあるじゃないですか。あーあるねあるねあるね。俺一泊二日。嘘。あーね。わお。まあ一人の時間好きな人はそうなる。あーそっか。まあそうみんなでいなきゃいけないから。最大に盛り上がった場合体力が持たないっていう。あーあーそういうこと。二泊三日はいないの。いや僕はもう何泊でもしたいです。だよね。永遠に旅行してたい。めっちゃわかる。僕もそっち派ですね。だよね。じゃあ今度二人旅行行きましょうか。あらららら。なんだなんだ。ははは。捨てからするって取れなくがないとダメってさっき聞いたから。ああ確かに確かに。けそれに対してはいしましょうっていうあの変化球返ってきて困っちゃったと。困っちゃいました。キモいって言われたかったのに。キモがられる予定だった。かっこいいからね。セカロウさんに見えない。ただナンパし。チャラいだけだよお前。なんかちょっとかっこよかったよね。いやいいな。彼女いるの？えぐいなんか質問来たぞ。えぐいなその人。美女が良くなったりする人ってさ恋人できたりするじゃん。いるんじゃない？めっちゃさ分かるよね。恋した人ってすぐ変わるから。見た目に出るの。でも俺それ結構前から言われてるよ。あれ？えでもなんかいきなり本当に変わった最近。あれ？じゃあ何？困ってる。ヒゲで美女がマックスまで落ちてたから。ああ。今剃ってデフォに戻ったらめっちゃ上がったように見えた。いや皆さん褒められ慣れてない浦田さんでした。笑ってんのうまいな。ルナちゃんがさ、やっぱ未成年のうちにさ、YouTube で始めたっけ。だからなんか未成年のうちにできなかったことをしようみたいな企画とかやってみたいですね。なんかある。ルナですか。暗いわ。あ、暗いわ。全然暗いところで俺話題してんの。いい感じだね。いや大丈夫だよ。今ルナちゃんが返してくれるから明るくなったら。編集って素晴らしいですか。あ、俺上がっちゃってるなこれ。いやも今日上がっちゃってる。今日2列目で期待かけられて上がっちゃってるってこと。上がっちゃってる。暗いところで話題提案なんて1年ぶりぐらいだ。そんな暗かった。寝ました。でなんか、でもあの未成年っていうかもうこれからできないなと思うことがあって、一回は経験するであろうホストとかあるじゃないですか。そういうのに一回行ってみたいなって思う。ああ大人だ。可愛いな。ルナちゃん来たらびっくりしちゃうんじゃない、ホストの人も。一回でいいから誰かついて行きたい。いやわかるわかるわかる。中がどんななってるのか。ねえねえそうだね。行ったことないですか。ない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 。ああじゃあ一緒に行けばいいじゃないですか。ね行きましょう。行こう行こう行こう。みえちゃんもないでしょ。ない。やるやろ。本当に全然ない。大ギャルなんだからあるやろ。ホスト行ってみたいですもんね。マジであるなあの感じ。初回でね。初回で。名刺とかめちゃめちゃもらっちゃったりして。ちょっと安くなんだよな。行ったことある。それ言うとコムドット誰一人そういうお店行ったことないですからね。え？キャバクラとか。逆にキャバクラがない。ガチ。俺のメンスぐらい。あ、そうなの。なんかコムドットはまあ触られないとあもうダメということで。あ、触れられたいんだ。そのお話なんて興味ないっていうか。クズだ。クズです。コミュ力ないんで話せないんで。あの体で会話しに。そうマジそう。えじゃあナンパなんて持ってるもん他なんじゃない？ああもう絶対できないです。やったことない？あないないです。ヒューガくんはあるってなんか言ってた。僕はもっとナンパ師ですから。あそうなんだ。どういう感じでナンパすんの？いやもうけど別に本当普通ですよ。キモいことないです。ただの一目惚れみたいな顔してるだけなんで、その姉ちゃん姉ちゃんみたいなのじゃないんで、だから白濃い感じです。要は変わんないです今と。ちょっとすごい嫌だったな。それ引っかかっちゃうかも。でもそれでお持ち帰りをできた時とかってあったんですか。お持ち帰りをなんかその誘いで一緒にご飯に行けたりとかっていう。あるよね。あるんだ。ナンパ難しかったです。僕一回だけやったことあるんですけど。嘘。あーそうだ、あっちゃんのこと俺連れてったやってみました。
全然無理です。難易度高すぎず。あんなじゃあナンパをしてこう喋りが上手くなったみたいなとこあります、ね、あっちゃけ歩いてる人に急に話しかけて仲良くなって難しいじゃないですか。それができるようになるって無敵なんだよ。それからあれだもんね、コモダットの声かけが。あ、そうです。僕がナンパとかしてて人に声かけるのが一番簡単で増えるんじゃないかっていう提案でコモダットの原宿での声かけなんです。え、男性からしてさ逆ナンはありなの？いや、ありがたいですね。めちゃくちゃ嬉しいですよ。それこそ街にナンパしに出るじゃないですか。やっぱ男がするものなんでなかなかされないですけど、すっごいたまに逆ナンされて、超嬉しいですね。逆ナンってどんな感じで声かけてるの？逆ナンはほぼほぼ酔ってますね、相手。あ、そうなんだ。それでなんかすごいタイプだなとかだったら連絡先交換はしたりしますね。交差じゃん。交差開いてる。へーとか言って。それは18歳とかでもうやめたんで。18歳でそれを経験するのが、うん、27歳をナンパとかしましたよ。マジで？はい、18で。すごかったな、大人っぽかったな、時の日が。今もだけど。出来合いしてる。大好きじゃん、めっちゃ。でかかったからな、日が。まあ身長変わんないからね、18で。で、バチクソイケメンよ。やばいよ。今よりイケメン風だもんね、うん、今はもう怖い人っていう方に走っちゃったから。あ、30分回しました、うん、ずっと見てたな。やばっ。またパーキングエリアで回そう、うん、はい、まあ今日は楽しんでいきましょうよ。はい、行きましょう。いやー、この後のプライベートドライブ楽しんでいくぞ。よし、無理してて腐ってバン入った。5番入ったね。え、やっぱリンリンは来年ぐらいに結婚する目標なんですか？うちもうしてる予定だったんだけど。はいはいはい。一応ね、人生設計では、人生設計では最初22で結婚するって言ってて、でまあ思想だったんだけど、思想のとこまで言ってたんだけど、ヤマト2の元カレー。はいはい、言ってますよ、よく。あ、でもヤマトめちゃくちゃブスにしたみたいな。なんかでもヤマトに似てんの。顔がってことですか？そう、顔が。で、まあ、そいつと結婚しようと思ったんだけどやめて、じゃあちょっと2年後にしようと思って、はいはい、そ24やって、無理で彼氏もできなかったし、はいはい、で、2年後って言っても次28なのね。なるほどなるほど、来年だ、じゃあ。来年勝負の年。そう、いいやついっぱい知ってますけどね。あ、ほんと？まあ、やっぱ木内とかになっちゃうんですよ。そのうちの地元の男はやっぱ結構いいやつが多いんで。うち、かなたの方が好きだけど。かなたやばい。かなた可愛くないな。可愛い。え、キリちゃん、かなた知ってんの？え、知ってるよ。マジで？可愛い、可愛い。ゆうた、かなた死ぬね。大喜びよ、みんな。マスコットキャラクターみたい。ありがとうございます。ガチでありがとうございます。え、みんな結婚したい年齢とかあるんですか？トーアはね、まだ若いから。でも、結婚願望がめっちゃあるんですよ。なんか、誰かと一緒にずっといたいタイプなんで、あと一人が苦手なタイプで、一人のしかいらないから、ずっと誰かと一緒にいたいタイプだから、超結婚したいんですよ。え、だって今、19です。19になったばっか。なったばっかです。トーア、誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。まだ私すごいな。え、キリちゃんもこの時にはもう活動してた？してた。17とか16とか。え、キリちゃん今何歳だっけ？23歳。23です。トーアとリンリン以外この車は全員同い年。岸も一緒なんだ。23の代。キリちゃん結婚願望あるの？結婚願望ある。あるんだ、うん、何歳？一応30くらい目安だけど、いい人いたらいつでもいいかなって。おー、なんか理想像みたいなのあんの？とことん優しい人がいい。わかります。好きよね。わかります。付き合うとかだったら別に何でもいいんだけど、うん、結婚はもう優しくってなんか包容力のある、わかります。でっかい人がいい。わかります。まあ俺と言うとやっぱ来年再来年なんで。そうね。なんでお前今俺のも言ったの？いや、いいや、ちょっと広げられるパターンじゃないの？まあ仲良しだからいいや。え、じゃあ逆に結婚ってなったら条件なんですか？条件、相手に求める条件、うん、うわー、なんだろうな。俺逆にあれだよ、尻に敷いてくれる人。俺絶対尻に敷かれないと絶対ダメ。え、敷かれたいとかじゃなくて？敷かれたいじゃなくて、敷かれないと多分俺が自由奔放だから飛び
み回っちゃう。いや、自由奔放って言ってるけど、やりちなだけやろ。おいな、何をお前、自由奔放っていういい感じに言うとんねん、お前。ちんちん元気なだけやろ、お前。お前。いい四字熟語当てはめただけですけど。え、でもそれってずるくねえ、だって自由奔放だからさ、さ、そんな我慢しろや。自由沈放じゃん。自由沈放やん。すいません、姉さん、あの、一応キリちゃん乗ってるんで。ゆうたは料理とかはいいんですけど、掃除好きな人がいいです。うわー、私です。マジで？はい。掃除が好き？好きです。私料理できないんですけど、まあ、やら、まあ、できないじゃなくて、なんかまあ、あの、やらないだけ、はいはいはい、そう、できるけどやらないみたいな、だけ でも、あの、家めっちゃ綺麗です。おー、あの、毎日朝、絶対掃除機かけます。すごい。え、忙しくても？私もそもそも、あの、3時間前に絶対起きるんですよ。家で。マジで偉い。あの、メイクとかもあるから。うんうんうん。トイレ掃除とかもするの？トイレ掃除もします。毎日はしないんですけど、まあ、1週間から2回は絶対しますね。うち、トイレめっちゃしちゃうんだよね。逆にトイレ掃除しちゃう。え、なんで、そのトイレ汚れるんですか？別に汚れてなくても掃除はするでしょ。ああ、なるほどなるほど。わかる？なるほど、すいません。だって嫌じゃん、なんかさ、急にさ、来てさ、トイレ貸してとか言われて、うんことかついてたら嫌じゃん。確かに。全然、うんことかを普通に言っていくからな。え、なんて言えばいいの？ベン。え、ケイちゃんだって、うんことか言わないでしょ。うんこ。うわぁ。え、かわいいんだけど。ピーなの、今の。ピー入れたらやらしくなるな。やばいの言ったみたいな。じゃあ、うんぽは？キューがうんこのことうんぽって言う。やだやだ、ちょっとめっちゃやだ。キーちゃん、うんぽはいける？言いたくない。言いたくない。うんぽころこって言えばいいんじゃない？違う違う違う、言わせたい側なのやめて。リンリンは止める側でいて。え、だってさ、知らないリメンバーミーの歌にさ、うんぽころこってあんじゃん。知らない知らない。それをそれにキリちゃんが歌ってくれればすごい話よ。ポーってやばいな。じゃあ自由沈放なんて絶対言えないんだよ。絶対言えないんだね。はい、ということでパーキングエリア到着しました。僕たちね、今この衝撃的な寒さに気づいてしまいました。やばい、これはやばすぎ、舐めすぎてた。ほんと寒いね。そう、ここが横川っていうところなんですけども、うん、大体半分ぐらいで、ここからもうちょっと寒いところに行くということで、うん、ちょっと腹ごしらえしようよ。最高、いいね、はい、で中で食べるか外で食べるか問題、うん、まあこれはやっぱりリソリソに決定していただきたい。マジかよ、リソリソリソ消えちゃった。いろんなこと考えると外なんだよ。そうなんだ。中はやっぱ許可必要やからね。いや、屋台があるから、うん、パッと食べれるもんやな、うん、そうだね。ちょっと食べますか。はい、はい、じゃあ行きましょう。行こう。おでん最高。やばい。いや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 、行こう行こう。絶対おでん。味噌おでん食べる人。はい。じゃあ味噌おでん。意外と。あれ、さっきの盛り上がり。味噌おでん2個あるでしょ。じゃあ、あの、焼きまんじゅうお願いします。玉こんにゃく食べたい。玉こんにゃくを、2つ。誰玉子肉食べたいって言ったの？キリちゃん。ジャガバター。変態か。ジャガバター。なんで？ジャガバターも。ジャガバター。変態なのか。やめて。ヒントみたいなやつです。おい。おい。このように丸いものってもっといっぱいあると思う。だったらヒントまでいいじゃん。ね、今ちょっとキリちゃんとイチャイチャしたんで。変態って言ったから。あ、焼き鳥。焼き鳥みんな食べようよ。あの、タレ派の人。はい、どっちも好き。あ、じゃあタレ4、塩4。あの、焼き鳥のもも、キリちゃんどっち派なの？タレか塩だったら。塩。変態か。なんでだよ、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 なんでだよ。めっちゃニヤニヤしてるもん、やばい。そう、おかしいよ、この人。ずっとニヤニヤ。多分これ編集してるヒューが多分一番ニヤニヤ。タラコンニャクめっちゃあったかい。キンタマ来た。タラコンニャクのタラコン。わー、最高だ。かわいい、丸い。うわ、最高。ありがとう。ピースなの？ YouTuber だよね。慣れてない人。あれだよ。バーン、ザンゴ。バーン、ザンゴだよ。
めちゃくちゃいいじゃん、何これ。ヒューガの運転ということで途中のパーキングエリアに着きました。やばっか、兄ちゃん、お疲れ様です。運転ありがとう。いや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 、全然全然、まさかの全員目をつぶっていたというか、皆さん疲れてますから、 いろいろみんな YouTube 合わせてくれてるから、もうみんなゆっくり寝ていただいてということで。バーベキューとかからが本番ですか？まあ一応男女なので、トイレに行った後に、まあ待ち時間ということで。お待たせ。はい、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、着きました。やばい、ちょっとお腹空いてん？空いた、空いた。空いてもすぐ食べれないと思う。うん、うん、なんか食おう。腹越しよ、腹越し。腹越し忘れた。え、ここ来たことある？ある、有名な。あ、そうなの。日本人の8割は知ってる。うち2割やん、貴重な。団子坂？初めて聞いたわ。マジ？マジ？本当ですか？全然聞いたことない。絶対絶対ありますよ。団子坂。どうしましょうか？どうだったですか？あー、はい、こんにちは。はい、ありがとうございます。まさかの、これ持ってるアムギリが気づかれないって。カメラ持ってるの、やばい。ヒューガはヒューガ、いや、ヒューガ、そうなんですよ。なんかその、やっぱ屋台みたいなとこやったな。あー、じゃああっちだね。何があんだ、やばい。イエーイ。いや、いいな、旅行っぽ。ね、旅行っぽい。そうだよ、いいんだ。ここはコモドトモチということで。え、え、マジよ。いや、もちろんもちろん。ありがとうございます。男どものじゃんけんってこと、うん、いやーせーの、アドベジャンキーはい、はい、せーの、アドベジャンキーはい、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 やっぱ男だな。全然全然、ありがとう。うわ、やばい、青春や、青春じゃん。うわー、いいな。いや、さすがに寒がりすぎやろ。温めてあげようか。あ、え、マジでしょ。嘘、温めてくれる。嘘、温めてもらえるらしい。温めて、温めて、温めて。いいんじゃないの、これ。いいか、いいか。やばい、やばい、やばい。半袖だよ、この下。今日やばい、寒すぎるよね。やばいぞ。今長野5度だよ。5度、え、ガッツ5度。いや、1人、バンバンザイのチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。お、はい、ありがとう。絶対ないよ。何頼んだか分かんないけど6個来て、一応1人1個あるんですけど。ありがとうございます。ありがとう。ってことで料理つきました。これやばいぞ、量1回打つ。ガチやばい、これすごいね。量がうまそう。これでかい。これめっちゃうまそうじゃない？ね、美味しそう。これ高すぎる。匂いがいい。あ、超いいよ。めっちゃいい。イエーイ。よし、じゃあ食べますか。食べようぜ。いただきます。いただきます。うわ、どれ食べる？玉こんにゃくいきます。はい。うまそう。いただきます。どっか行ってる。うん。さあ、お前。美味しいっす。味しっかりしてる。いや、もうね、もうあと頼んだ。お疲れ、岸。岸、お昼乗りやるか、群馬に。てか、焼きそばバチうまい。あ、よそ、食べたい。待って、めっちゃ優勝。ね、待って、やばい。え、食べる前からめっちゃ優勝なの。え、もう1位です。やばいね、優勝の時点で1位なの。最悪。美味しいものを食べて最悪はギャルですけれど。悪魔。悪魔やばいね。悪魔やばい。飲み物じゃんけんタイムね。でかい。当たったでしょ。うわー、そば放置ちゃえ。うわー、そばがある。うわー、やばい、やばい。だまんな。いや、まだ、あやたかがあるから。だっせー。はい、ちょ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 い、はい、ちょい、ちょい、ちょい、なんかよ、ちょい、はい、かわいいです。はい、かわいい。うわっ、そう、やんねよ。ほうじ茶で。おい、ほうじ茶。ありがとうございます。いただきます。うわ、高っ。読んでいいよ。やだよ。いいよ。真面目にやってね。うん。せーの。最初はグー、じゃんけん、ビヨーン。
出ました。ギャグも物も出ました。全部出したね。はい、じゃあ聞いて選んでいい。ほうじ茶。ほうじ茶が出てます。俺コンポーター。そういうドッキリなの。いや俺マジで、俺唯一嫌いな食べ物あんこなの。ずっと何も言わずに、おしるこ、おしるこ好き。おしるこあったかい。めちゃくちゃあったかいです。チリや。おしるこにする。おしるこにするわ。ねえ優しい。おしるこ飲みます。え、何言うと優しい。コンポタでもいいよ。こちゃったこちゃった。焼き鳥つきます。はい、ってことでご飯食べ終わったんで、車を乗って長野向かっていきたいと思います。マジ寒い。それでは向かっていきます。シャオスタバ。スタバありがとう。ルナありがとう。いただきます。いただきます。スタバとさ、マックってさ、間違いないよな。間違いない。間違いない。何食べても間違いなくない。間違いない。じゃじゃあ私も飲んでいきたいと思います。あっ天気いいね。まだ山梨かな。めっちゃ景色いい。見えてるかみんなにこれ今。トンネル継ぎやすい。やめて編集。お、気持ちいい。やりやがった。はい、チーズ。はい、チーズ。うわやばいね。冷たくて無理。冷たいね。はい、雪だるま。はい、雪だるま。はい、もしもし。あ、お疲れ様です。何してんだよ。いや、ちょっとあの雪、この道の先の雪の確認の電話をして。しっかり大人の仕事してくれてました。すいません。なんか大人の仕事してくれてました。なんだよ。サンキュー。まずサンキューな。ヒューガーは道の確認をしてくれてるそうなので、はい、遊びましょう。はい、イエーイ。まともな人おらず。今日みんな実は入りたい車に。もう入りたい。ということで無事グランピングに到着しました。お疲れ様です。お疲れ様です。結構かかったね。あ、結構6時間。まあいろいろ合わせて、はい、思ったよりも会えなくて、久しぶりだね。6時間ぶりだね、普通に。ってことで、あの本日白馬村というところまで来たんですけれども、まあ、ここであの、まあ、グランピング、グランピングの定義誰か知ってる？いや、ないでしょ。なんとかグラン、なんとかキャンピングみたいな、合わせてグランピングみたいな感じだった。そんな薄い知識。しっかり。優しくて。優しくて。優しくて。優雅いなければ大成功だった。お前最悪だ。そうそう、でもちょっとグランピングの定義が分かんなくて、もしかしたらこれグランピングじゃねえじゃんって言われちゃうかもしれないから、一応俺らの思うグランピングはやっぱ男女でキャンプ。うわー、そうなんだ。キャンプでもないけどね。グランピング、あ、まあ男女泊まり、男女で遠く、男女で遠く来たらとりあえずグランピングでしょっていうことで、まあ何棟か借りてるんですけど、まあメインでご飯食べたりするのはこの棟ということで、はい、早速入っていきたいと思います。
いじゃん。この宿泊施設だけで30万以上かかった。だって大きいもん、めっちゃ相当いいとこ借りてて、うわ、まあ、まさかの外は雪という、あー、雪めっちゃ嬉しいということですね。まあ、早速ちょっと入っていきたいと思います。はい、先頭バッター決めていいですか。まあ、キリちゃんやな。うわ、3人目ぐらいも見えるし、一緒。まあ、そう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 。あの家なんかずっと今日キャッキャしてんの。お前今日なんか遊びじゃん。いや、楽しみだったから。遊びきてる、遊びきてる。めっちゃ楽しみやったから、俺は。はい。じゃあちょっとキリちゃん先頭で早速中入っていきたいと思います。はい、行こうか。すごい。ちょ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 、あ、やばい、やばい、やばい、行きましょう、行くぞ行くぞ。